こんばんは。ちょっとバタバタしましたけど、座右のロックオンミュージック今月も始まりました。よろしくお願いします。はい、今日はちょっといつもとメンツが違うんですけど、今月は、はい、じゃあ右端から向かってというか端っこから自己紹介。今日はドラム担当の直哉が来ました。フロム元部。元部から来ました。はい、よろしくお願いします、直哉さん。はい、お願いします。だいぶ久しぶりですね。そうですね。いつぶりかな。去年だよね。去年ですね。永田さんと一緒にね。そう。多分夏ぐらいかな。夏ぐらいなんですかね。だったかもしれない。はい。貴重な、今日貴重な直哉さんの声が、はい、声が聞こえますので。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、はい、2回目の登場です。はい、ティダのみゆきです。よろしくお願いします。お願いします。ティダのみゆきさんです。はい、イレイみゆきさんです。はい。はい、今日は、はい、あれですね、今日はライブの告知でしに来ました。はい、いらっしゃいました。はい、はい、今日はあれですよ、急遽いつも3人でお送りしている、座右の田川さんとずなりさんが来れないっていうことで、この2人を今日急遽呼んで、はい、喋ってもらいますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ私田川さん役で。田川さん役で。おー、これハードル高いですね。やば。田川さんの方は意外とあれですからね、シュールだけど決めるときビシッと決めますからね。けど決める。そう。じゃあその役を担ってみたいと思います。ずなりさん役はもうそうっすねーって言っとけば大丈夫です。じゃあ合図ちょっと。はい、今日はいろいろ曲もいっぱい流したいので、はい、どんどん行こうかなと思うんですけど、はい、今バックに流れてるのは輪行、座右の輪行っていうアルバムの推し曲ですね。パイロット曲、うん、フラワーソーダ。フラワーソーダ、はい、初めていい曲ですね。オープニングで初めて流しました。はい、輪行の曲を今日いっぱいかけようと思いますので、はい、お二人にもいっぱい喋ってもらおうかなと思いますので、はいはい、このフラワーソーダ私カバーしたことがありますよ。はい、昔やりましたね。はい、カバーしたいので、うん、いいですかっていうね、いいですかって言ってね、全然喋ったこともないのにね、うん、急にそういうことを言ってきたんですよね。はい、うん、でその時のバンドでカバーしてましたね。どうだったんですか、これを言われた時は。びっくりですよ。そんなね、自分の曲カバーしたい人がいるなんて思ってなかった。いっぱいいますよ。いっぱいいますか。いっぱいいますよ。金取れますかね。そうかな、いるかな。いる、全然ね、使ってもらっていいんですけどね。はい、なので今日は、はい、輪行スペシャルですので、後でお二人たくさん喋ってください。はい、はい、その前に今日はですね、座右の、新曲デモ音源を公開しようかなと思ってるんです。うん、すごい。はい、でも音源は定期的に作ってるんですけど、うん、いつもこう表に出すっていうことは全然してこなかったんですよ。うん、だけどせっかくこのラジオが今あるので月1で、うんうん、出来上がったものは、まあ、お披露目しようかなと、うん、はい、っていう感じですね。あ、はい、コメント来てますよ。はい、皆さん見てくれ知ってる、ありがたい。マシンガントーク期待してるよ。これ誰に言ってる。誰だろう。誰ですかね。直哉さんにじゃないですか。アーミーって書いてあるしね。T シャツね。そのマシンガン。マシンガン。そっちのマシンガン。あ、運転さんもありがとうございます。お、運転さん間に合ったって。お、よかった。あ、外、スタジオの外から、あ、いらっしゃってるんですかね。いるのかな。お、もしかしたらいるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、なので、
じゃあそのデモ音源、まだタイトルも決まってませんね。準備良さそうですか、大丈夫そうですか。はい、CDR なのでちょっと 音量というか音圧というか低めなので聞こえにくいという人はちょっとボリューム上げて聞いてみてください。じゃあ座右の新曲をどうぞ。聞いていただきました新曲、座右の新曲でした。タイトルもないし歌詞もまだ何もできてないっていう状態ですけどね、うん、はい、
かっこいい、ありがとうございます。かっこいいですね。ね、CD 屋さんにあればありますか、ね、ってちょっとこれ、ね、大至急レコーディングやりたいですねやりましょう、はい、ぜひぜひやりたいですね、はい、そのためにはお金がかかるんです今の CD を売らないといけないですね。そうなんです、今の CD を買っていただいて、はい、ライブにも人がたくさん来ると我々すぐにでもレコーディングしますので、うん、はい、それかでっかいスポンサーがつけばいやここで募ったらいいんじゃないですか、スポンサー。スポンサー募りましょうかね、はい、はい、お願いしますすごい募り方誰かお願いします話がすごいですね枝野美雪さんははい、ねえ本当にね、はい、たくさんコメントも来て、うん、あの嬉しいですね、はい、BVLGARI3000 さん、うんうん、いっぱいコメントしてくれてありがとうございます。ありがたいです、はい、うん、さあ、ブルガリ、これでブルガリって読むんだ、ブルガリさんですね、はい、私も知らないこといっぱいあって勉強になります我々がいかに日常的にブランドもの使ってないかというのがバレますよね、はい、で今日はですね、うん、あの先ほども言ったように、はい、アルバム、ザ・ユーのアルバム、ファーストアルバム、うん、輪行というアルバムがあって、その曲をちょっと語ったり曲を聴いたりしようかなという企画なんですけど、はい、なぜかというと、うん、5月12日土曜日にこの輪行というアルバムを再現する、うん、もう1曲目から最後の曲まで曲順通りその通りに演奏するよっていうライブをザユが企画してますので。5月ですか？5月12日です。すぐですね。もうあと1ヶ月ぐらいしかないので、うん、ちょっとそれにちなんでやろうかなと思ってるんです。わかりました、はい元気いい返事ありがとうございますはい、で、あのお二人に1曲ずつ輪行でこれが好きだよとか思い入れがあるよとかいう曲を選んでもらいましたので、その曲をちょっとお話をしてから聞いてもらおうかなと思うんですけど、最初はじゃあ直哉さん、はい、はい、直哉さんが選んだ曲は何でしょう。僕が選んだ曲は、うん、オーロラリバー。オーロラリバー、はい、ライブでもめったに演奏しない曲ですよ ね、 すよね、これね。僕ナイトドロップの好きな曲もなかなかライブではやらないんですけどそうなんですけど、うん、このオーロラリバーっていうのは僕が座右に、うん、入った時に、うん、まあ、一番最初に、うん、音源を渡されて、ほう、この1曲目から一番最後まで聴いてた中で、うん、やっぱりかなりなんていうんですかね、印象に残った曲だったんですよ。へえ、そうそうそう、意外ですね。なんていうんですかね、あのグルーヴ感とそのメロディーの使い方とかが、あの、うん、これはやばいと思って、へえ、心臓をえぐられたような安心だだから、この曲、一通り最初から最後まで聴いて、このオーロラリバーっていう曲名はかなりもう一番最初に曲名覚えたぐらいの、で一応これ聴いて、でもライブではやらないみたいな、そうなんですね。じゃあ5月に念願が叶うわけです ね、 そうですね。たまに年に何回1回か2回ぐらいはやりますけど ね、 そんなレアな曲なんですね。そうそうそう、アコースティックの時はちょいちょいやりますね。そうですね、そうですね、うん、そうかそうか、そうそうそう、これはあれですよね、直哉さんは輪行を、座右が輪行をリリースした時にはまだ座右には加入していなかったじゃないですか。はいはいはい、だから自分でドラムのイメージもつけたわけじゃなくて、うん、もう出来上がったものを自分で聞いて、それをまず一通りその通りに叩くんだけど、そっからまあ自分なりにっていう
ことですよね。そうですね、うんうんうん、まあ、でもこの曲にはこのドラムだなっていう本当にドンピシャな感じはしてたので、あ、多分そこもあったかもしれないですね、この自分にグッときた部分っていうのは。そうか、この重い感じというか、でもこのメロディーの美しさはあるし、なんかもう染み渡る感じでしたね。直哉はあれだね、ドラマーなのにメロディーをすごい重視して音楽聴くよね。そ う, ね、そうなのかな。で、あとこのこれは最近の話なんですけど、はあ、この、まあ、僕の2歳半になる息子がいるんですけど、うん、この保育園迎えに行って、うん、帰りながらこの CD 聴きながら、うん、このオーロラリバーの、うん、このドラムのキメがダンダンダンっていうやつがあるんですよ、はい、それ聞いて真似するんですよ。直太郎早くももうドラマーのそこみたいな気質がダンダンダンって、そう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 、買ってるなこいつみたいな早くも DNA が受け継がれてますねこれね。もう聞いてる皆さん聞きたくてしょうがないと思います。ああ聞いてみましょうかね、じゃあ、はい、お願いしますじゃあ、アルバム輪行の中からオーロラリバー聞いてください。Oh,
はい、お聞きいただいているのはドンドンドンってここですよね。そうですここですね。はい、はい、座右のオーロラリバーでした。はい、じゃあ CM に行きます。なんて書く？ブルファリさん。今は直接声入ってます。あ、今入ってる。そうだよ、はい、ブルガリ3000さん。あ、そっか、ブルガリアさん。ブルガリアさんじゃないですよ。そう、ブルガリさんの声は聞けないんだって間違えた。FM 技能はスポンサーに呼びましょうって。お、うん、お願いします。アルバイト社員だ。買わされた。ブルガリさん、8月のフェスはどこに行ったんですか？5秒前です。はい、はい、オーロラリバー座右の曲を聴いていただきました。ブルガリ3000さんがすごいコメントくれてありがたいですね。うん、ね、嬉しい。はい、一旦 CM でーすって。タモさん風、タモさん風だったんですか今。はい、そう聞こえたんですね。はい、で次です。はい、次です。じゃあ、うん、次はティダノミヤキさんが選ぶ輪行の曲、はい、はい、を紹介してほしいんですが、ルーシッドドリーミング。はい、これは人気がある曲ですね。はい、うん、ライブでもよくやるし、もう名曲だと思います。ありがとうございます。はい、なんか今日自画自賛の会みたいな。はい、でも本当にあのリンコのアルバムは私も好きで何回も聴いてるんですけど、はいはいはい、もうルーシッドドリーミングはとってもロマンチックですよね。そうですね、ね、確かに、うん、うん、こんな素敵なラブソングはないと思いますね。これは、うん、イギリスのバンドのオアシスみたいな、うんうん、もうあのなんていうんですか、でっかいもう、うん、ライブ会場でスタジアムみたいなところで、うん、もう何万人とかが、うん、オアシスのライブって曲を大合唱するんですよ。うん、そんな激しい曲で盛り上がるわけじゃなくて、うんうんうん、こういうダイナミックで、うん、ミドルテンポとかゆっくりした、うん、しかもメロディーが綺麗な曲を、うん、もうお客さん何万人とかが肩組んだり手上げたりして、もう大絶叫で歌うわけですよ。うん、なるほど。それをイメージしてこんな曲作りたいなと思って、あ、じゃあこれはみんなで大合唱するイメージもあるんですか？うん、あります。歌ってる人聞いたことないけど、ライブで どの辺でどの辺で大合唱するんだ。これは聞き入ってしまいますよね。うんうん、しんみりこう聴きたい曲です。うん、そうそう、なんか、うん、日本というか邦楽というか、うん、バラードはこうしんみり聴くものみたいなね、うんうん、風潮がありますけど、イギリスとか、はい、アメリカとか洋楽はもうバラードだろうが何だろうが、うん、好きな曲はすんごい盛り上がって聴くじゃないですか。うんうん、そういうイメージなんですよね。なるほど、はい、ロマンチックなお話じゃないんですが、うん、これは、はい、あ、もう聴いてもらった方が、はい、じゃあ曲いきましょう。はい、じゃあ輪行の中からルーシッドドリーミング。星空に顔を語りしよう。
せていく。ルーシッドドリーミングお聞きいただいております。はい、まあ、こういう綺麗だけどミドルテンポでダイナミックな曲な感じがちょっとオアシスっぽいかなって、まあ、自分で言ってますけど、はい、マイワさんこれなんかドラム叩くときになんか意識したりすることあるんですか？意識ですか、うん、ここが叩いてて難しいとか好きとか、この曲に関しては、うん、このシンバルとかの金物系を綺麗な音で出せるような意識はしてます。そうなんだね、はい、それはなぜ、このやっぱ曲の曲調っていうんですかね、このやっぱちょっと綺麗な感じに、うんうん、聞かせたいので、うん、シンバルってやっぱこのタッチで、うん、同じもう同じものでもタッチ次第で音が変わるから、なるほど、このアタックはあんまり出さないような、はあ、このあ、なるほどね、揺らすような感じの意識はしてますね。なるほどね、はい、そういう、あー、そうか、うん、なのでアタックよりも、うん、そうそうそう、広がる感じ、広がる感じです。そうですね、なるほどそうか、はい、っていうことですね。ということです。はい、じゃあ以上で、はい、輪行の、あ、俺の曲が、自分で紹介する曲あと1曲残ってるんですが、その前にですよ、はい、今日ティダのみゆきさんは告知を、ライブの告知をしに来てますので、
そのイベントの告知をしてもらいたいと思います。はい。はい、座右も出演する、ライブなんですが、はい、ティダのみゆき私が、主催するイベントです。4月28日土曜日にあります UK ナイトというイベントを開催します。出演者には、座右、ビリジアン、メカルジン、そしてティダのみゆきの4組で、ライブを行います。ですね、はい、はい、場所、はい、場所、はい、場所は那覇 の、 ライブハウスですね。アウトプットというライブハウスで行います。うん、この UK ナイトなんですけど、うん、UK ロックに多少は影響を受けたであろうバンドを集めた感じです。で、大丈夫ですか？はい、売りになるんですかそれ？え、なんてよ、多少は影響を受けたであろうバンドがなんとなく集まってみましたみたいなすいません、もう一回言います。はい、UK ナイトは、UK イギリスをイメージした会場の空間と、はい、照明デザイナーによるステージングで魅了したいと思っています。うんうん、で、ここだね。ゲストには UK ロックに影響を受けた県内のインディーズバンド座右、メカルジン、ビリジアンが出演します。はい、今の沖縄インディーズシーン第一線で活躍するバンドのリアルなサウンドを体感してください。はい、で、インディーズバンドって特に沖縄 の、 地元の人はあんまり知らない人が多いかなっていう印象があって、なのでメジャーじゃないけどインディーズでもめっちゃかっこいいバンドいるんだよっていうのを知ってもらえたらと思ってこの企画を立ち上げました。うん、ライブハウスってちょっと怖いとか、なんだろう、よくわかんないっていう、イメージが強いかなと思うんですけど、行ったことないとか一般のなかなかね普通の人は、そうですね、地下にあったりするからね、そうそうそう、余計入りにくいかもしれない。で、ちょっと勇気いるかなと思うんですけど、とってもアットホームなイベントにしたいなと思ってるので、うん、どうぞ期待して足を運んでくれたらと思います。はい、この会場もイギリスの雰囲気を少し出して、うんうん、装飾とかをしたいと思ってるので、うんうんうん、あとは照明ですね。照明デザイナーさんってプロも、ね、あんまり沖縄に、沖縄で私はこの方が初めてだったんですけど、照明デザイナーさんっていう人に会うのは初めてだったんですけど、うん、話をしたらとっても面白いことできそうだなと思って、うん、一緒にやりましょうっていう話で、なかなかプロのライブでは専属のね、はい、照明さんとか、うん、公共施設の会場とかだったらね、うん、会館とか、うんうん、いるんだけど、照明さんは、うん、なかなかインディーズで、うん、ライブハウスでとなると、うんうん、なかなかいないですからね、うんうん、なのでかっこいい演出をしたいと思ってますので、うん、皆さん期待して来てください。4月28日土曜日、うん、夜7時オープン、7時半開演です。はい、チケットは前売り1500円、ローソンとチケット、ローソンチケット、ローソンチケットと E プラスで購入できます。はい、あとは私からでもはい、販売してますので、各出演者のホームページとかに、ね、はい、そうですね、通して連絡くれれば、はい、受け付けますのでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ブルガリ三千さんが、はい、沖縄行く金あったらライブハウスまで行くんやけどなって、これ沖縄県外から聞いてくれてますね。 そうなんだね、ありがたいですね。さっきもね、なんか何だったっけ、うん、モーターなんとか、モーターなんとか、うん、モータースポーツ8体とか見に行ったって言ってるから、うん、本土の方なのかな。そうですね、かもしれないですね。ねえ、外国の方もライブハウスにはよく
来るんですか。沖縄まあ、うん、たまにいますよね。いますね、うん、座右のライブでもよく、ね、謎のね、謎の外国人のお客さんがたまに謎のってひどい。いやだって全然面識ない人が急に、面識ない人が好きなんですよきっと座右のこと。そうそう、だから、うん、あれ誰のお客さんなんだろうなと思ったら、どうやら座右のお客さんなんですよね、うん、すごいありがたいというか嬉しいというか、うん、嬉しいです ね、 嬉しいね。そうなんですよ ね、 ね、はい、うん、とはあ、ローソンチケットに急げ、うん、急いでよみんな。運転さんもライブハウス怖かったけど入ってみると温かい雰囲気で癒される空間ですねっていう、うん、そのライブイベントによって全然雰囲気変わってきますからね、うん、そうですね、もちろんこの激しいバンドがいれば激しい雰囲気になるし、ティラノミユキさんみたいなアコースティックなライブになればすごいアットホームなね、うん、感じになるし、うんうん、座右はもう、全然自由な感じですね、うん、体揺らして楽しんでる人もいれば、もう後ろの方で、うん、こうなんていうんですかね、じーっと見つめる人もいれば、うんうんうん、全然なんかあのテレビでねライブハウスとかって、うん、こうみんなでこう拳突き上げて、うんうん、イエーイみたいなね、あお揃い、うん、お揃いというか同じ動きでこう、うん、手を振ったりとか、うん、コール&レスポンスとか、うんうんうん、ありますけど、全然そんなちょっと自分そういうの恥ずかしいんだよなっていう人こそ見に来てほしいですね、うん、本当ですね、うん、もう全然自分勝手に一人で見てくれて、うん、いいですからね、うんうんうん、全く怖くないですね、はい、はい、お待ちしてます、はい、ということで、はい、ここでティダのみゆきさんの曲を一曲かけたいんですが、そうだった、はい、はい、紹介してもらえますでしょうか。はい、ティダのみゆきでラスト聴いてください。いただいている曲はティダのみゆきのセカンドアルバム Now and Then から、ラスタでした。はい、はい、ボサノバっぽい雰囲気の、はい、
感じですね、うん、はい、今度のさっきの紹介した UK ナイトではこれをバンドアレンジでやりますからね、はい、そうなんですよ、うん、楽しみですね。私は普段アコースティックでやってるんですけど、この曲のように、うん、あのアコースティックの音楽がほとんどなんですけど、うん、今回はあの対バンするバンドが結構あのロックなんですよ ね、 そうですね、ロックバンドなのでそれにちょっと合わせてというか、うん、少しティダノミユキもバンドアレンジで、うん、今回挑みたいと思って準備を進めていますが、うんうんうん、なかなかかっこいいですよ。いい仕上がりになってきましたね、うんうん、これはこれで別でなんか作品にしたくなるぐらいいい感じの、うん、はい、はい、仕上がりですね、仕上がりになってきてます、はいはい、楽しみですね、はい、じゃあここでまた一旦 CM です。はい、はい、40分で開けたら開けたら PM の情報を紹介しましょうかね。はい、お願いいたします。やって PM 情報紹介やって俺のリンコの曲紹介して最後エンディングで月の会社かけて終わりましょうかね、はい、うん、ブルガリさんは三重県から、うん、ね、三重県からキャス見てます、うん、嬉しいですね。リンコ探すんだもんね。本当よね、うん、こうやっていろんなラジオ聞いてるのかな、うん、きっとね。では5秒前です。はい、座右のロックオンミュージックお送りしておりますけれども、はい、この番組はスタジオ G と PM エージェンシーのご協力でお送りしておりますということで、今月も、PM エージェンシーの、イベント情報を紹介したいと思います。まず4月30日今月ですね、はい、ヨギーニューウェーブス、会場はアウトプットです。 UK ナイトと一緒ですね、先ほどのね、うん、那覇アウトプットで、いよいよ今月末4月30日に、行われます。前売りチケットも絶賛発売中なので、詳細は PM エージェンシーホームページまでということになってますね。はい、会場は6時開演、6時半スタンディング3500円となっておりますので、はい、ヨギニューウェーブス最近ちょくちょく沖縄に来ますね、うん、かっこいいロックバンドです。はい、それともう一個あります、はい、おすすめイベントですね、なんと奥田民生来ますね、6月30日ミュージックタウン音市場、この手元の情報では奇跡的に前売りチケットまだありますということなので、うん、今回はしかもあのバンド編成できます、アコースティックで来ることも奥田民生さん多いんですけど、うん、今回バンド編成なので、ロック好きや見逃したら確実に後悔するパターンのやつです、見たい、ということになってますので、こちらも詳しくはPM エージェンシーホームページまでということになっております。はい、はい、奥田民生をもう見たいな、見たい、見たいですね、はい、5時15分会場の6時開演、オールスタンディングで6500円ということですね、はい、10年ぐらい前に1回見ましたね僕は、はい、バンド編成のやつを、すごかったですね、はい、私は去年あの弾き語りの初めて見て、弾き語りも素晴らしいですね、すごい良かったですね、うん、本当にあの人は本当に最強ミュージシャンですね、うんうんうん、なので皆さんぜひ PM エージェンシーのイベントをチェックしてみてください。はい、ブルガリ三千さんがね、うん、すごいコメントたくさんくれて先ほどから、うん、うん、ありがたいですね。三重県から聞いてくださってるっていうことで、ね、うん、遠く離れてもこうやってちゃんと聞いてる人がいるんですね。ね、嬉しいですね。じゃあ我々も三重県でライブやりましょう。やりたい
ブルガリさんスポンサーになって呼んでくれたらいつでも行きますっていう話ですはい、はい、うん、でちょっとまた戻りますが、はい、先ほどの輪行アルバム輪行のお話で、はい、最後私イレイが選んだ一曲を紹介しようかなと思うんですけれども、うん、はい、アルバム1曲目の高原という曲を紹介したいんですね、はい、これはもうライブの定番曲だし、うん、ライブでも1曲目にやるっていうことがもうバンドの調子をもう見極めるバロメーターですよねこれはね、これはもう間違いない曲ですねこれはみんなテンションがこうちゃんと統一されるというか、うん、安定して今日のライブ行けるよっていう、うん、ここでこけたら逆に不安になってきますよ今日どうなるんだろうっていうねそういうこうリズム的にもね、このノリが多分座右は一番こう乗りやすいというか、みんなこうしっくりくるテンポ感なんですよね、うん、これもあれですね、直哉さんこのちょっとなんていうんですか、変わっそこまで変わってはいないけどドッドドッタドッドッタっていうこう、はいはいはい、あんまりインディーズ系のバンドではなかなかされないリズムパターンですよね。はいはい、うん、ちょっと込み入った話だけどこのキックのドッドドっていうこのちょっと詰まったというか、はいはいはい、裏をこう意識しないといけないリズム難しいんじゃないですかこのキックの。そうですね、難しいし、この高原に関してはこのドットドっていうのが先に来てドンドンっていうのが後に来るから、普通っていうかまあドンドンが来てドットドっていうのは結構あるパターンなんですよ。あ、なるほど。だからこのドットドから先に来るから、これは意表をつかれたというか、そうか、そう来たかって思いましたね。そうかそうか、あ、そうだね、はい、ドン、あ、そうだね、ドンドンザンドンドドンザンが、あ、ロックはそういうパターンが多い、確かにね。そうです、あ、言われて初めて気づくという面白いそっかそっか、そうドラマ目線で話を聞いても面白いです、面白いですね。そっか、そうなんですよ。ということでじゃあちょっと高原をお聞きください、どうぞ。
ただいているのは The You の高原、はい、アルバム輪行の1曲目です、うん、もう本当にこれを作った当時の私の心境がもうそのまんま出てるなって感じですね。今改めて聞くと、もう俺にやりたいことをさせるつんだよっていう歌ですね。これはね、本当にもう誰の言うことも聞きませんよ私だっていうね。はい、もう解き放たれた感じでいっぱいの、はい、かっこいいですね。そんな曲ですね。はい、久しぶりにちゃんと聞くと、うん、なんか嬉しいような恥ずかしいような感じですけど、多分これはこれからもずっとやり続けていく曲なんだろうなという一曲ですね、うん、この後座右のメンバー次々と辞めていくんですけれどあの私一人残って踏ん張って解散はしなかったですね、うん、このアルバム輪行っていうものを解散してしまうとできなくなっちゃうのがすごい嫌だったんですよ、うん、これはリリースしたばっかりだし、うんうん、これはちょっとキープしたい、メンバーを変えてでもと思って、うんうんうん、で今に踏ん張って今安定期に今入ってますね、うん、よかったよかった続けててよかったって感じですはい、座右の輪行を、そのまま丸ごとやるっていうライブを5月12日にやりますので、ぜひ皆さん座右のホームページをチェックしていただいたら情報アップしていきますので、はい、インターネットで座右検索してみてください。よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。ちょうど曲も終わりまして、うん、はい、ですね、これ今お聞きいただいているのは輪行で2012年のアルバムなんですけど、もう今から6年ほど前、でちょうど今流れてるこれはなんと座右が、初めて配信でシングルをリリースしました、はい、3月31日にリリースしました、はいはい、しかもこれ、月ぬ会社という八重山民謡ですね、手田のみゆきさんの出身地八重山ではもう本当に伝統的な歌ですよね、うんうん、これをすごいロックバージョンにして録音したんですけど、怒ってる人いないですかね民謡界でめちゃくちゃに仕上がったやつって。今のとこまだ今のとこ大丈夫ですかね、はい、うん、かっこいいですね。俺もこのさっきのあれですね、高原とキックのパターンがドンとドンがちょっと似てますよ ね、近いリズム感でやってますね。こういうどっしりした感じが好きなので、これもあの座右のホームページからもう簡単にダウンロードできるようになってますので、うん、iTunes はじめ、はい、主要、配信サイトから購入できますので、ぜひ皆さんチェックしてほしいですね。あの輪行、はい、も配信してますよね。あ、そうそうそう、あの、うん、座右の曲はもうほとんどね、アルバム配信してますのでね、全部じゃないかな、どうだ、もうほぼ全部ですね。輪行ライブ前にね、みんなさん聞いてもらいたいですね。そうですね、うんうん、アルバムはあの、うん、CD 屋さんに今置いてるかな、置いてるかどうかちょっと微妙なところもあるので、うん、タワーレコードあるかな、売れちゃってるかもしれないですね、かもしれないね、うん、っていうのもあるので、ぜひ配信でも聞いてほしいですね、うんうん、そうですね、はい、メッセージもらったら送りも、はい、もちろんもちろん通販でも対応できますので、うん、はい、ということなので、今日はお二方、はい、ありがとうございました。ちょっと慌ただしい放送になってしまいましたが、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今週はロックオンミュージック座右が担当しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。おまこちゃん。
配信あるんですけど、後で購入します。お、マジっすか、はい、ありがとうございます。いや、ずっと欲しいなと思ってた。本当に、はい、今度現物をライブで買いに行きます。ありがとうございます。よし、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ、すみません、キャラさん、ありがとうございます。こちらで使ってもらいましょう。ありがとうございます。チラシ置いてってもいいですか。もう、はい、もうたくさん置いてて、ポスターとかもあれば貼り出しますので。ない、ポスターはないんですけど。じゃあ、こちら、あの、はい、フライヤーを貼りましょう。裏表貼るので、貼ってもらえたら嬉しいです。わかりました。ありがとうございます。お疲れ様でした。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。